はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、今日もじゃあ美咲の部屋ということでよろしくお願いします。お願いします。今日ももうちょっと寒くなってきて、乾燥の季節になってきて、まあ、小泉さんの頭やったらこうこの辺のアホ毛だったりとか、こう横のパヤパヤ毛、まあ、もみあげとかもこう結構ワッと出てくるんですけど、それの直し方をやっていきたいと思います、はい、で今日使う商品が、はい、こちらエルジューダのポイントケアスティック、はい、とこちらのまとめ樹です。はい、これ2つがどっちかというとこうアホ毛だったりとか、なんかこう抑えてくれるっていう効果があって、これ最近出たんですよ、エルジューダのやつが。美容師さんが結構使ってるやつなんですよ。でこれ一般の、商品。どっちが小枝さんの頭に、美咲さんですね、はい、の頭に優れてるかちょっと検証していきたいと思いますので、はい、値段は多分こっちの方がちょっと安いかもしれないです。こっちはちょっと高いんですけど、まあその表面のアホ毛だったりとか、この辺のパヤパヤ毛どっちが綺麗に治るかっていうことをやっていきたいと思いますので、いつも悩んでいる方よかったらこの方法試してみてください。はい、はい、お願いします。はい、それでは動画スタート。エルジューダをつけていきます。マスカラ状になっているので、本当に表面のアホ毛の部分から溶かしながらつけていきます。まとまり感がしっかりと出てきますね。触った感じもそんなになんかすごいベタつきがあるっていうよりは、ちょっとこう濡らしたような感覚の仕上がりになってます。まとめ地をつけていきます。スティックタイプになっているので、表面のアホ毛の部分から上から押し付けるような感じにしてつけていきます。そのままだけだと多分しっかりと収まらないので、後々櫛をつけていきます。触った感じの質感はエルジューダの方とあんまり変わりがないですね。ただスティックタイプなので、少し櫛で溶かしてあげると綺麗に整うかなと思います。次に風だったりとかをこう想定してドライヤーを当てて、どこまで髪の毛が収まっているかっていうのをやっていきます。こちら側がエルジューダの方ですね。風が吹いたと想定して、でこのままちょっと櫛で溶かしていきますね。結構綺麗にアホ毛もなく、こうパヤパヤ毛もないような状態になってます。こっちがまとめ樹の方です。同じく櫛で溶かしていきます。こちらも同様にアホ毛もなくてしっかりと収まっています。やってみました。こっち側がエルジューダなんですけど、エルジューダの場合はマスカラ状になっているので、まあ、溶かすだけでつけれるのがポイントですね。でこっち側マトメージュの方はちょっと塗った後に一回櫛で溶かさないといけないので、まあ、そこがちょっとデメリットかなとは思います。とこっちの方が若干パリッとする感じもあるので、よりしっかりまとめたい方はこっちの方がおすすめですし、プチプラが好きな方はこっちの方がおすすめです。私は結構しっかりめにパヤ毛が収まりたいんで、こっちの方が好きかなとは思いますがぜひ参考にしてみてください。これ今日紹介したこうエルジューダのやつだったりとか、これって1本もう1500円、まあ、1500円の消費税ですね、はい、これとか多分600円700円ぐらいするんですけど、まあ、結構こういうのも買うのもちょっと高かったりとか、まあ、シャンプーとか美容院のやつとか高いじゃないですか。で皆さんなんかそういう時になんかおすすめな
方法がないかっていうことを最近ちょっと聞かれて、最近ちょっと調べたんですよ。でいいのがあったんですよ。それがマッハバイト。マッハバイトっていうバイトがあって、でそれがもうバイト決まったらもう最大1万円のマッハボーナスがあると。ですごいいろんなバイトがあって、もう本当に着ぐるみをこう被らないで風船を渡すバイトみたいな、もう完全夢ないよみたいなやつがあるんですけど、なんかそういうバイトがあったりとか、まあ、それが本当に決まったらすぐに1万円のボーナスをもらえるっていうマッハバイトっていうのがあるんで、まあ、ちょっと面白いかなと思うので、まあ、学生の皆さんだったりとか、まあ、ちょっとお正月休み冬休みに入るときによかったらそれとかやってみて、こういうのをゲットするといいかなと思うので、バイト決まれば最大1万円マッハバイト、よかったらマッハバイト見てみてください。はい、今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。それではさよなら。